じゃこんにちは。はい。はい、ゆたかさん。はい、今日ね。この季節がやってきました。はい、2022年12球団合同トライアウトが実施されました。はい。はい、ね、まだまだやれるっていう選手がね、うん、試験を受けるわけだけども。はい。ね、まあ、毎年トライアウトというといろいろとね、その年々の色がありますけれども。まあまああるよね。うん。で今回は49名が参加、はいはい、楽天生命パークで行われましたが、はいはい、トライアウトの制度っていうのが2001年から、うん、2001年な、うんうん、始まっているんですけど、はい、これトライアウトのデータとして、はい、合格率はどのぐらいかというと、うん、5%、うん、今まで1365人の5人が受けて、はいはい、73名が合格、うん、どうこの数字、まあ狭きもんだよね、とてもね、うん、もうちょっとあるかなと思ったけど、うん、私も思いました、うん、だけどパーセント、そうだな、少ないな、 95% の人は、うん、契約ができなくて、まあそうだ ね、 ね、まあただ、うん、なんていうの、まだ燃え尽きてない、うん、やる気だよね。でトライアウトに参加する選手っていうのは、はい、それなりに調整したりだとかさ、うん、まあいろいろしてきて、はい、自分を見てもらおうと思って、うん、やっぱ必死な姿がね今日でも見れたよね、はい、だからそれはねすごく素敵なことだなっていうふうにまず最初にお伝えしとくよ、うんうん、みんな一生懸命やってるしさ、誰もこう抜いてっていうかさ、うん、結果はともかくとして、はい、受けてる姿っていうのは、うん、ああ野球にかける情熱がまだ残ってるなっていうようになんか思えたしね、うん、だからすごく素敵だなと思ったよね。ね、もうこう皆さんね、はい、見てるともう本当にね力んでガチガチ緊張してるっていう選手から、まあうね、もうなんか今日をリラックスしてやり残したことはないようにしようっていう雰囲気の選手とか、うんうん、まあリラックスはしてないんだろうけど ね、 ね、まあでもそういう風に楽しんでるようにね、トライアウトでさえも、そうだね、そう見受けられる選手もいたりで、皆さんいろんな思いを持って胸に、ね、うん、臨んだと思いますが、はい、今日は、豊さんが見ていての注目選手、はい、まあ、注目目についた、うん、まだやれるんじゃないか、まだやれるっていうような、うん、まあ、選手をちょっとねピックアップしてみました。はい、でということで、まずは、ちょっと何名かいて、うん、まず投手、野手に分けてみました。はい。はい、まあ、ということである程度実績ある人だよね。うん、で、広島の菊池。はい。すごく落ち着いてるしさ、やっぱこうテクニックもあるっていう感じがしたよね。うん、で、まだ33歳ということからすると、はい、まだ投げれるなと思った。うん、うん、それとやっぱこういうところに出てきてね、うん、まだやりたいっていう、いいじゃない、ね、いやすごくいいと思ったよ俺は、はい、うん、まあコントロールも安定してるしさ、うん、ボールも来てたしね、うんうん、だからそういうことを考えるとすごくなんかなんでクビになったんだろうっていうね、うん、いうことも思ったし、はい、で中日の佐藤、はい、もう全然いけるね、うんうん、使いどころとかねそういうことを考えるとやっぱ全然いけそうな、そんな感じがするし、やっぱりこうチーム事情っていうこともあるね、ありますよね。やっぱ中日ってさ優秀なピッチャーが多いから、うん、やっぱ弾かれるんだろうね。なるほど、うん、だから佐藤なんていうのは、うん、本当にまだまだやっても面白いなって思うよね、うん、でボールに角度があるしさ、うん、でもコントロールもそこそこいいしね、うん、だからまあ中継ぎとかはい、そういうことにハマるようなチームがあれば、うん、ぜひぜひっていうな、ね、まあ、日本ハムなんかはこう中継ぎとかね、うんうん、困ってるところがあるだろうからまあ面白いかなと思うよね、うん、はい、まあ、阪神、はい、森谷、うん、なんでって思うぐらいまあ故障明けなんだよね。そうですね、故障明けでちょっと今年ね自分のパフォーマンスができず、うん、それとその新しいピッチャーがどんどん出てきたよね阪神はね。そうですね、うん、だからそこら辺で、うんうんうん、まあ枠という意味からするとねちょっと漏れちゃったのかなっていうような感じがするけども、やっぱりこちらもやっぱ チームの事情っていうか、まあ そ, うだね、そういう構成もありますね、うん、でまあ怪我明けだっていうこともある、うんうん、まあ怪我もなんかインタビューでは感知してるっていうしさ、うん、だからそういう意味では変化球でストライクも取れるし、うん、まあその
変化球も精度が良かったしね、まあさすが阪神、ピッチャーがいいだけに、はい、そこにいただけになんかすごく使えるよ、まあ、全然、うんうん、だから故障が再発しないということだよね、条件はね。そこですかね、うん、そこだと思うんだけども、うん、やっぱこう調査してね、うん、この選手も俺は面白いと思ったね。まだ28歳ということなんですね、うん、まだ若い若い、うん、で回復力もあると思うんだよね、怪我してもね、はい、うんうん、だからぜひどっかね、はい、ね。で楽天、はい、で福井蒲田って書いてるけど、など、うん、楽天のピッチャーってすごく優秀だね。うんうんうん、え、なんでこんなのクビになるのっていうような、はい、そんな感じがしたけど、今回も楽天は投手が5名ですかね、うん、5人ね、うん、などって書いたけども、はい、でもまあ目立ったのは福井と蒲田というか、はい、まあ、蒲田なんかはもう全然使えるし、うん、でもさ、この中でドラマがあるのがさ、はい、菊池と福井がトレードになったんだよね。あ、そうですね、うん、うん、この2人が揃って2022年に合同トライアウトを受けるっていうのは思ってもみなかっただろうね。まあ、それぞれの場所では活躍をしたけどね、しましたけれども、うんうん、だからまだまだね、福井なんかもできると思うし、うん、特に蒲田だよね、うん、俺もボールに力があると思うしね、うん、でちゃんと調整させたら先発もできるし、はい、まあトミー・ジョンとかやってんだよね、うん、だからその故障がどうなのかっていうのは分かんないけど、はい、でも中継ぎもできるぐらいのテクニックを持ってるピッチャーだし、うん、で楽天のピッチャーっていうのはなんか非常に優秀なね、うん、ピッチャー、素材的にはすごくいいなっていうふうにまあ感じました。はい、鎌田投手は29歳、はい、うん、まだね20代ですし、まだできるよね。福井投手は34歳ですけれども、うん、まあね、まだ今日見ていても、まあ甲子園の優勝投手であるし準優勝投手でもあるわけでしょ。そうです、私地元愛媛の済美高校で、そうだよね、2年生の選抜で初出場、初優勝っていう快挙、うん、まあそうだね、そうですね、だからまあそういう運も持ち合わせてることは持ち合わせてるんだよね。うん、だまあちいちゃんの後輩ということで、まあぜひどっか愛媛県の高校という意味でね、まあまあそうだね、そう、福井選投手のね活躍は私まだまだ見たいので、うん、そうだね、はい、でもまあ目についた投手はこんな感じかな、うん、ただ面白いのは巨人のピッチャーでね、うん、ちょっと変則なんだけど左ピッチャーで、はい、バッティングピッチャーをやってて、はい、やっぱり現役に憧れて、うん、今回受けた人もいるんだよね、はい、でやっぱバッピーってさ、バッティングピッチャーって打たすじゃない、うんうん、でも今日は抑えなきゃいけないけど、だからそこら辺でやっぱ戸惑いはあったのかなっていう、まあ、ツーベース1本打たれてたかな、うん、けどやっぱそういう夢を追ってね、来る人とか、はい、で逆にその現役時代内野手だったんだけども、うん、独立リーグ行って、うん、今度はピッチャーでね、うんうん、受けた人間もいるし、はい、だから非常に野球に対してね、うん、情熱があるなっていう、まだまだいけるなっていうような ね、まあその思いは、ね、なんかすごくどんどん伝わってきて、そう、なんか見てて苦しくなる場面もあったけどね、うん、だけど、まあこういうピッチャーがねちょっと目につきました。はい、はい、次は野手、はい、ね、今回はちょっと6名をピックアップしていますが、はい、そうだね、はい、でまあ野手、まあ、巨人の内野手、うん、まあ勝俣っていう、はい、ね、最初見た時にさ、うん、まあ、もちろん全然知らない、まあ、テレビでね、まあ、初見だったんだけども、はい、振る力があるんだよ、バットが、うん、バットを振る力があるから、あ、この選手はなんとかなるなっていうふうに直感的に感じた選手なんだよ、うん、なるほどだから守備がどうのこうのとかそういうんじゃなくて、細かいところではなく、こう初見での印象、うん、振る力があるって、でも振る力がない人はどうにもならないけど、なるほど、振る力があるっていうのはすごく感じたんだよね、うん、だからすごくなんかこう、あ、まだ25歳、はい、これ教え方によっては全然いいよっていうような、うん、そんな感じがした。もう早いうちに登場して、うん、その時からもう伊沢さんメモ書いてましたもんね。そうそう、メモしたけどさ、うんうんうん、スイングのスピードがありって書いてあるんだけど、うんうん、すごく魅力を感じた。だからまあどっかね、ね、育ててほしいなと思うけどね。活躍の場があるといいですね。まああと1年
チャンスをやってくれみたいな、うんうん、振る力があるから教え込んでね。どこかそういう球団はどこでしょう ね育てるのが、ね、難しいけど、はい、まあすごく魅力があるね、うんうん、でヤクルト外野手中山くん、はい、これはもう相性が中山筋肉みたいな。そうでしたね。もうウエイト大好き、うん、ね、バッティングフォームはカチカチ硬いんだよ。いや、こう柔軟性がないんだけどさでもすごく魅力なのは真面目だっていうことだよね。いやそれもちろんね、うん、真面目だけじゃやっぱプロの世界っていうのは通用しないっていうのは分かってると思うんだけども、うん、はい、まあ、引退した坂口がね、はい、ずっとバッティングピッチャーをやってくれて、うん、1ヶ月間、ね、うん、頑張るよと ね, ね, ね、はい、坂口もスタンドにいたよ、うん、はい、今日はね、まあ、なんとかね、うん、本当に人がいいだけに、うん、本当に真面目な子だから何かの役に立てると思うんだよね、はい、だからそういう話を聞くとさ、うん、なんかすごく胸が熱くなるよね、うん、だから本当に頑張ってほしいなと思うし、はい、まあ真面目だからいいのかっていうとそうでもないけども、うん、まあだけどそういう坂口の思いがね、うん、どっかの球団、まあ、中山のね一生懸命やってきた思いがどっかに伝わるといいなって思うよね、うん、ね、もう始まる前もベンチの前ですごいバットスイングしててな、うん、でもコメント終わった後のコメントを聞いていてももう本当にこうひたむきな野球に対する思いっていうのが、そうだな、伝わったな、うんうん、だからなんとかね、はい、坂口が一生懸命なんかこう手伝って練習をね、うん、そういう思いがどっかの球団に、うん、伝わらないかなと思ってね、ね、坂口選手も思いを託したというようなところもありますかね、うん、でソフトバンク外野手、うん、はい、マサゴ、はい、ね、この選手はね右板って言われてるぐらいのやっぱ飛ばす力があるし、はい、左のギーター、右の右板って言われたぐらいの選手でね、うんうん、まだまだ使えると思うんだよね、うん、結構足も速いしさ、うん、守備もそんなに悪くないし、うん、まあチャンスを生かせなかったっていうことはあるにしてもね、はい、どっかでチャンスを与えれば、うん、なんかこう覚醒しそうな、うん、そんな魅力を感じる選手なんだよね。うん、だからまあぜひどっかね、はい、あれば、はい、はい、で広島、まあ、内野手阿部、はい、もう絶対使える、絶対使える、もう間違いなく使える、ね、でね、ベンチに置いてても代打でも使えるし、うん、ダイソーでも使えるし、うん、まあちょっと守備という面では、はい、守備固めとはいかないけども、うん、でも誰かの代わりにもなる、うんうん、そのぐらいの実力のある選手だ。何か持ち味を生かす場所があるっていう感じですか。そうだね、あると思うよ、うんうん、でやっぱサードもできるし、おそらくセカンドもできるし、うん、まあ内外野で多分できると思うんだよこの選手は。だから重宝すると思うんだよね、はい、まだ33歳、はい、ね、まだまだ何年か数年かはできる、うん、ね、で DeNA、はい、外野手、これも内野手、うん、内外野できるんだけど、はい、まあ宮本ね、うん、まあそこそこ足も速いし、うん、割と重宝できるような選手ではあることは確かなんだよね、はい、で DeNA がこういったタイプの選手がすごく多いんだよ、うん、なるほど、うん、それまたチームの事情っていうのもありますかね、で26歳を考えると、うん、本当にまだ期待がある選手だよ、うん、使いびりしてないし、うん、だからどっかね、うん、ぜひともね、よろしくお願いします。どこかの球団にね、はい、行くといいですね。あ、そうだね、はい、で最後に中日内野手三ツ俣、はい、三ツ俣はねこれはやっぱゲーム慣れしてるよ。そうですよね、この間まで出てたしね、はい、で結構今年なんかは使われたしね、うん、だからそういう意味では上手にはやる、うん、でも例えば宮本と三ツ俣を比べたときに、うん、宮本はグーンと伸びるかもわかんないけど、うん、三ツ俣は現状維持だと思うわ。なるほど。これからグーンと来ることはない。
伸び後ろの部分ですか。でも、うんうん、でも使い勝手のある選手だね、いい選手。なるほど、うん、やっぱ経験もあるしね、うん、だからそういう意味では内野手が不足してるところは、うん、取っとくといいかもわからないよね。もう これからまだ育つっていうよりは即戦力としてどこかにはまるところがあるということですかね。まあこういったあたりがちょっとすごく気になったところなんだけども、うん、楽天の吉持とか、うん、足も速いしさ、うん、バットを短く持って体開き上げて打ってるんだけど、うん、なんかね、かぶったのが荻野とかぶったんだよね、ロッテの。なるほど。ああいう風な選手になれんかなと思ったけど、うん、ただ今日を見る限りでは肩の開きがものすごく速くて、うん、バット短く持ってて、それはいいんだけど、うん、体の開きが早すぎるっていうのがね、うん、もったいないなと思うし、うん、まあ、ここまで来て多分指摘はあったんだろうけども、うん、治らないっていうことはどうなのかなというようなね。なるほど、まあ、29歳ですね。そうそうそう、うん、だからすごくね、今年のトライアウトはレベルが高かったし、うんうん、まあ過去のデータから見ると 5% という合格率なんだけども、平均するとね、平均するとね、うんうんうん、だけどじいちゃんも見てたでしょ、うん、まだまだいけるっていうような選手はやっぱりいたっていうか、ああって思うでしょ、うん、なんか俺もそう思ったんだけど、なんかね本当にまだ使えるなっていう選手がたくさんいるのに、うん、なぜっていうような選手もいたしね、うん、クビになるのに、ね、だからまあそういう意味では、まあ、今回のね合同トライアウトで、うん、まあチャンスというものは、うん、これで一応ね封印ということになったんだけど、あとはもう球団待ちだよね。ね、もうこれからはもう出し切って待っている状態ですかね。だからまあ後輩の DeNA の高城とか、はい、まあ倉本とか受けるかなと思ったら受けないでね、うん、山口俊もそうだけど、はい、まあ思うけどやっぱ彼らは、うん、やっぱプライドを捨ててやっぱみんなに見てもらおう、一生懸命やろうって、まあ他からもう来てんのかもわからないけども、うんうん、やっぱ俺の中では受けてほしかったなっていうのは思うけど ね、まあ、ね、まだやるっていうねことを宣言されてる選手なので、うん、意思表示だよね、うん、で彼らより実績のある選手がたくさん受けてるわけだからね、はい、だからその中でやっぱりこういうところに出てきてやっぱアピールをする、うん、やる気を見せる、うん、そういうことはすごく大事だったかなっていうふうには思うけどね。はい、でもそうですね、うん、まあみんな一生懸命なね、うん、姿もあったし、うん、まあ、スタンドにはいろいろスカウトの人とか球団代表とかいろんな人が来てたけど、うんうん、その人たちも本当になんか一生懸命見るようなね、うんうん、姿が見れてすごくいいトライアウトだったかなっていうふうに思いました。はい、はい。